はい、ナズです。今回はトミカのトミカメイトコンテナトミカ緊急車両シリーズを3つ紹介したいと思います。このコンテナトミカ緊急車両シリーズなんですけど、全部で4種類あるんですよね。エスティマ救急車、パジェロ道路公団、火のはしご消防車、それからプリウスパトカーです。で、このプリウスパトカーは先日紹介しましたんで、残り3つを今回は紹介していきたいと思います。では上から順番に行きましょうか。まずはエスティマ救急車です。エスティマの救急車とか見たことないですけどね、開けていきましょう。はい、上の方にトミカが入ってて、で下になかなかねこれが出てこないんですけど、はい、コンテナが入ってます。でトミカは袋に入ってて段ボールで保護されてます。では出していきましょう。フロント周りライトとグリルは反射系の別パーツになってます。こんな感じでね、ほんとギラギラしてますよね。でナンバープレートエスティマと入ってます。でサイドには赤いラインと東京消防庁と入ってます。ホイール白になってます。こういうとこねいいですよね。でインテリアはライトグレーになってます。3列シートをねしっかり再現してますね。でルーフには、バー型の赤色灯がついてます。それからリア周り、リアのナンバープレートにもエスティマと入ってました。で、後部ドアを開けることができます。このギミックねいいですよね。中もしっかり確認できますね。それからシャーシはこんな感じ。1992年ですね。ナンバー99/64になってて、サスペンションはついてません。はい、続いてコンテナ見ていきましょう。ぐるっと見るとこんな感じになってますね。上をカパッとね開けられるようになってます。中のシールは最初から貼られてます。で手前に緊急車両出入り口とあって、奥にトミカ救急病院と入ってますんで、さっきのエスティマ救急車をギギーッとつけて、後部ドアからね、患者さんを下ろします。で、搬入したらそのまままた出発するという感じで遊ぶことができるかなと思います。これいいですよね。もう本当にねこのまま遊ぶことができますね。今はエスティマ使いましたけど、他の、救急車ともね一緒に遊べますんで、これはねかなり遊びやすいセットだなと思いました。続いてパジェロ道路公団開けていきましょう。建設系の車両とかではなくて公団車両っていうのがねちょっと珍しいなと思いますね。黄色いい感じじゃないかなと思います。で、コンテナが、はい、あ、結構明るめの緑ですね。黄緑です。でさっきのエスティマと同じく段ボールでね、保護されてます。あ、これもさっきと同じで、反射系のライトになってますね。フロント周りライトとグリルのところは別パーツの取り付けになってます。こんな感じでね、ギラギラ系の反射素材になってます。でエスティマと一緒で下のところパジェロとナンバープレート入ってます。でサイドには白いラインと道路パトロールカーとプリントが入ってます。ボディはソリッドの黄色で、結構ね綺麗な色だと思いました。ホイールも黄色に合わせてあります。で、左右のドアを開けることができますね。でインテリアは黒一色です。後部座席もしっかり確認できますね。でルーフには、バー型のオレンジ色の蛍光灯がついてます。でリア周り、リアのナンバープレートにもパジェロと入ってて、バンパー部分はこれ成形色になってます。フロントのバンパーも成形色でしたね。このバンパーなんですがシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じ。1999年で、ナンバー30/63になってますね。でサスペンションがついてます。でコンテナです。さっきと一緒で上から開けることができるようになってます。で手前には作業中徐行運転と入ってます。この方向は何なんでしょうね。立てたらいいんでしょうか、ちょっとよくわかりません。で奥はこれは道路工事をしてるみたいですね。多分この辺穴が開いてたのかな、ちょっとわかりませんけど、そんな感じじゃないかなと思います。ということで、まあ、この辺にトミカを止めておけばかなりねそれっぽいんじゃないかなと思います。それとコンテナはこちら側下の方に穴が開いてて、反対側には突起があります。でさっきの病院コンテナも同じ構造になってますんで、こうやってねくっつけることができるんですね。いいですよね。間には隙間あるんですけど、トミカを走らせたとしても、まあ、そんなに、まあ、一応ねガタガタはしますけど、そんなに違和感はないので、これはね遊びやすい仕様だなと思いました。まあ街とまではいかないですけど、こちら側で道路工事をしてて、その隣でね、搬送するというような感じで、ちょっとしたシーンを作ることができますね。では最後、火のはしご消防車開けていきましょう。まあ消防車もいろいろありますけど、はしご付きっていうのはねなかなかやっぱり楽しめますよね。でそれとコンテナ、あ、オレンジですね。赤かと思ったらオレンジでした。
これなんか一つだけすごくね厳重に梱包されてますよね、出していきましょう。はい、フロント周りライトやグリルの塗り分けはありません。この黒いところですけど、これ実はシャーシから連続したパーツになってます。ダイキャスト製ですね。で、その下ナンバープレートに日野と入ってます。エスティマもパジェロもね、ナンバープレート入ってましたね。で、ホイールが赤になってました。それぞれに合わせた色になってるみたいです。これねすごくいい部分じゃないかなと思います。あとホースがこれプラスチックのね成形色がついてて、インテリアは特にありません。もう下の光がね、見えてますよね。で、後ろについてるはしごなんですけど、これねかっこいいなと思いました。もちろん成形色ではあるんですが、ガンメタ調になってるんですよね。伸ばすとこんな感じで、まあねここは普通かなと思いますけど、色がねすごくかっこいいと思いますし、サイドのこのね、斜めの感じもいいんじゃないかなと思います。で、もちろん上下に動かすこともできますし、土台部分をこうやってね、一回転させることができるようになってます。まあこれはいいですよね。で、反対側はこんな感じになってて、リア周り結構ね細かくできてますよね。凹凸いろいろあります。それからシャーシはこんな感じです。ナンバー29日のファイヤーエンジン125/1と入ってます。そしてサスペンションがついてます。続いてコンテナ開けていきましょう。パッケージだと完全に赤になってましたんで、これオレンジ色はねなんか個人的には嬉しいです。で、手前には駐停車禁止とあります。なんとなく蛍光色っぽい感じがしてちょっと眩しいなという気がしました。で、奥はトミカ消防署になってます。はい、で消防署ということで付属のねはしご車を止めて発進させてももちろんいいですし、持ってる他の消防車などを止めて発進させてもいいのかなと思います。で、まあ消防車以外にも、消防署になってますんで、救急車をね止めてもいいですよね。これはねなかなかいいんじゃないかなと思いました。はい、で消防署と病院を隣に置いてみました。これね楽しめますよね。トミカを連携して遊ぶことができると思います。で、シリーズを並べてトミカを加えるとこんな感じになります。やっぱりそれぞれ2台ずつの方がなんか雰囲気が出ていいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。古いセットではあるんですけど、コンテナが一つ付いてるだけでかなり遊びの幅が広がるなと思いました。コンテナ同士をつなげて遊ぶこともできますし、持ってるトミカを一緒に遊ぶこともできるということで、これはねかなり楽しめるセットだったんじゃないかなと思います。以上、トミカのトミカメイト、コンテナトミカ緊急車両シリーズ3種類を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。